なんか、ヤフーニュースで、JR 東日本の車掌が取り、鉄に中指立てた画像とも一緒に掲載されていましたが、なぜ、この会社はルール守ってる通り、鉄でもお構いなしに不適切な対応できるのかよくわかりません。確かに取り、鉄のモラル問題に関しては、テレビやネットニュースや新聞にも掲載されていますから、言うまでもありませんが、すべての取り、鉄が迷惑、行為しているわけではありません。一部の人間の心なき行為が世間的に広まってるだけでいい人もたくさんいらっしゃいます。小さい子や女子鉄が黙って全面展望撮影している時は何も言いませんが、その他大人や中高生鉄が撮影すると、故意的に車高カーテン閉めるなど、許可取れなど、お客様相手にガン飛ばしたりしますが、その行為が正しいということなのでしょうか。普通の人ならそのようなことは一切しませんし、乗務員を故意的にカメラ向けるなら話は別ですが、風景動画撮影していて許可がどうとか、観光列車にある展望車などで鉄ではない般人が撮影している時は何も言わず、許可なしで撮影しても何も言わずにやりますが、通勤電車で撮影時、風景撮影しているだけでぐちぐち文句言う。他社では西武鉄道、京急、京成、都営などは何もしてきませんが、ジュニア撮影している時はほぼ高確率で乗務員が出てきます。客は金払ってようが、そんなゴミみたいな考えなど、そもそもゴミという発言は心の器の小さい人間が言う言葉で、お客さんからお金をいただいている側で、お客さん相手に文句言うのって、これでクレーム出されるのはしょうがないこと。そもそもお金を払ってまで不快な思いされると、いつしかその会社にお金を払うのが馬鹿らしく思えてきますね。器の小さい人ならこう言うでしょう。なんなら利用するな、正直なんて言っていいか言葉にもなりません。嫌なら乗るな、そういう問題でしょうか。もう一度自分のしたこと振り返っておくのが大事です。あと、取られるのが嫌ならば、こういった鉄道関連の趣味持つ人はこの世の中たくさんいらっしゃいます。だから、全面展望撮影などといったことをするお客さんからの苦痛は一生つきまといます。どうすればこのようなことを避けられるのか、今の仕事を続けたいと思うのであればカメラを一切気にしない。それでも気になるならば、一度撮影されているお客様に、恐れ入りますが、乗務員撮影される際、一度乗車前に許可をいただいてからお願いいたします。と丁寧な言葉で言えば、相手も納得してくれるでしょう。食ってかかるような行為をされれば、もちろんトラブルになり、即センターにクレームが行き、後日上司から呼び出しされ始末書。そのようなことが続けば、下手をすれば解雇は避けられません。もう一度自分のしてしまったこと振り返ってみてください。今からでも十分に間に合います。今後このようなことする人がいい方へ変わってくれますことを心より願っております。今後ともワニなし電車区、都営弥勒車、超よろしくお願いいたします。